私くじ運悪いけん聞いてもらっていいですか今日。もう私には一番が見える見えた見えた。もう光るとうかもよ。あ、確かに確かに、任せて。うわ、惜しい。あー、すごいすごい、やるね、やっぱりやりますね。やっぱり私のくじ運。あ、もっとってください。イエイしか言ってないわ。いや意外と寒い。寒い今日、ね、なんか前回より絶対寒い。マジそれね。いや、ちょっと状況変わって分からんけど、うん、でも今日6番フライトやけど。思った、さすがやったね。さすが、これはもう勝ったよ。頑張るぞい、頑張るぞい。ドゥドゥン、カトテロ5インチ。それでそれでするんや。ん、それでするんや、カバンチ。キャバ。いや、なんかテキサスするっけ、違うのしようかなって。いや、今回結構反応良かったもんね。いや、ここは練習の時反応良かったね。ねー、バスはいるはず。いや、絶対おるやろ。今何グラム使いよ。10個。だってスタートだし、マジでね、マジで。いや、今日テンポがいい。ない、うん、あの番号もいい。これ今日いいよね。え、今日テンポいいけ、なんか今日テンポいい、釣れそうな気がする。釣る。いや、でもマジで一匹出ると思うんですよ。ねえ、私的に、私もねえ。ぶっ刺したら、それるか。ぶっ刺す、奥の奥ぶっ刺しても結構意外に熱いやん。いや、この間有名なあのピアニストの人死んだね。誰？え、そんななんか音楽家やったっけ？まさかその音楽の話が出てくると思わんかった。天井のクリスマスの人よ。天井のクリスマス？知らんの？バッハ？いや、バッハ行くことやるよ。しかもバッハ。魚はいるぞ、さっきから。釣られた。え？釣られた。ちなみに魚おりますので、マドシ。はい。さっきから。いや、そう、もうね、魚おることは分かったんよ。本当に？だっておらん、もう多分5匹ぐらいとは圧倒と思うけん。正直。正直言うと？正直そう思ってます、私。なのになんで？鼻水。ん？鼻水。いや、鼻水やばい。でももう垂れ流していこう。脇へ。もう垂れ流そう、今日は。気にしとる場合やない。確かに、鼻水拭く暇があったら一等できるけん。確かに、それ名言。だいぶ鼻水拭く暇あったら一等投げろ。うん、そう。やっぱね、ルアーがついてないと釣れんち、酔ったもんね。もう間違いない。水に入っとる時間が大事や。大事、いかに水につけとくか。ちゃんかちょめにゃとりあえず、うん、やっぱカバーで出らんけん、うん、ちょっと今カバーの一段下をやりよるわけやけど、うん、今何しよう今、うん、カトテールネコリグ。カトテールのネコリグ、うん、うわぁ、まんまやな。うふまんまやん。何しよう、逆に逆に何しよう。レッグワーム。いや、もうつぶきまんまんまんぐらいある。まあでも正直、うん、今日風速が1か、まあ今2ぐらいやろ。うん、南風の2ぐらいやろ。そうやね。で、水温が14度、15度ぐらいか。そう、ね、15度だいぶ少なくない？あ、その高かった。あ、でも18度、17度ぐらいあったね。あったあった、フラッシュ。
確かに半分ぐらいはあったよ。だいぶだいぶちょっとだいぶ冷えと。でも逆にさっきさ、うん、その橋脚で連れとうの見たやん。見た。で縦ストッチなってさ、うん、こっちで今縦ストどこやろって考えたらさ、その中島の中の杭いっぱい入っちゃうやんと、うん、あれあいいかも。でもとかどうかなと思ったけどね、そのこっち側で杭ってめっちゃ少ないやん、うん、かもそこの橋脚よもう人の浄化好きやなだってあんなん見たら縦ストやんってなるやん。ね、あんなとこで釣れたも絶対さあんたの釣りやんってなるやん。あんないや橋脚なんかな、橋脚で釣れたんかな。逆にあっこ木埋まっとんよ。あ木でも木あ木ね。一回水中堤防やってみる。確かに私がその2日前に釣れたあのレッグアームで釣れたあの魚も木やったもんな。木木ですよ。どういうこと。木が入ったとこで釣れた。あ、そうなん、うん、木が木は木なんや木今日の木は木木もう中には相当魚おるわマジでめっちゃおるマジでマジで我々1個の杭めっちゃ丁寧日が暮れる多分こここの杭全部打つのに日が暮れるわだって魚いっぱいおるとか言われたらさ、いやマジいっぱいおるんやて。本当に魚いっぱいおる言われたらその丁寧なるやんそんなえでも絶対こんなとバスおると思う。いや絶対おると思うよ。こんな緑よ。だっていや正直おると思うってねえ。大体大体どこにでも本当はおると思っちゃう。大体ね。うん。マジで釣れんだけ。どうしようか反応。落ちつつ。反応どうですか。いやーなんもね。なんもね。なんもね。おかしいな。もうこんなんさど真ん中にズボッとか入れたら出らんのかなこういうこう。確かに。ちょっと頑張ってよ。頑張ってそこ。もはやこういう感じで。ああでも下がらん下まで。あーそういうこと、うん、そのこっからはダメなん。あ確かにこっからあの穴に。あー確かにこうね。そう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 。ってことちょっとやってみてよ鳥よくけさはい。これいける。あいけたいけたいけた入っ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 た。もうそれは釣れた。入った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 入りました。キャストうまい。釣れる。来る。フッキングする。釣れる。2キロある。完璧。 おたちでおたち何もこうない。何もこうない。うん、なんかもうちょい流れ欲しいね。でも確かにやっぱ本流っぽいな、うん、本流っぽいねえ、うん、やっぱあの一回あの橋脚行ってみよう。橋脚と橋脚とあの東京タワー前どうすか。何台伸びたの変更ないんかい。そんなんしようとはない。頑張って居残り兆候頑張るぞい。ぞい。いやー、沖か。沖。沖。沖しとったら釣れとったん、我々も。ダブル J、はい、終わりました。終わりました。ゼロです。いやーね、プラもしたし、本番もちゃんとしたし、居残り練習もしたし、これはもうしゃあないもうやることはやったし頑張った。
のあんだけ連れ取ったのにね。本当、まあ状況がね、ちょっと状況変化に対応できませんでございました。ということですか。ということで、まあ、前回言いましたね。スキー WJ で釣れなかったら動画はないぞと。なので2戦目までは動画を出しますが、3戦目からの動画はありません。チーン。申し訳ない大変申し訳ないと思っている。こんな動画ばっかりで申し訳ない。じゃあ今日は終わりたいと思います。また次回の動画で。次回あるかわからん。もう引退おるかも私。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。